はいどうも、カンタの大冒険へようこそ。カンタの個人チャンネルでございます。今日はですね、ガチで緊急で動画を回しているんですけども、基本的にはこういうタイプの動画は個人チャンネルに載せるつもりはなかったんですけど、単刀直入に言いますと、私この家に住んで2年ぐらいですかね、すごい素敵なお家なんですけど、編集チームのみんなもそうですし、なんかコンクリートの打ちっぱなしっていうところもあって、ちょっと不気味だよねみたいな話はたびたびしてたんですよ。で、物音が聞こえるよねとか、なんか足音聞こえるよねみたいな話があって、で別にそれって確証ないじゃないですか。なんで今まで一回も言ってきてなかったと思うんですけど、今回ちょっと最近映像のねショート僕作ってるじゃないですか。それの撮影中に心霊現象が起きました。はい、結構ね結構ガチめなんだよね。なんか笑ってんだけど、俺とかはそれは頭おかしいからだと思っていただいて構わないんですけど、ちょっとね不思議なことが起きて、それが映像に収められてるんで、それをちょっと皆さんに今日見ていただこうかなと思っております。夏もう8月なんで、そういうところもあってちょっとヒヤッとした気持ちにみんななっていただければなと思います。急に、いやーすごいよこれ。普通に昨日投稿したアラジンの動画のねメイキングを載せる感じに多分なっちゃうと思うんですけど、ちょっと見てもらっていいですかね。こういう感じでやってるんだっていうところももしかしたら面白いかもしれないんですけど、これガチなんで仕込みなし、これ編集でやったんだろうとかなし。いくよ。実はこうやって二人体制でやってたんですよ。で、魔法の絨毯って言ってこうやってなびかせてもらってたんですよね、編集チームのみんなに。こういう感じで撮ってんのよ。こういう雰囲気でやってんだよね。で、この時はなかなかねこんなチカチカなることもないんですけど、なんか電力とかそういう関係とか接続とかも含めてなんか原因あんのかなと思って僕確認してんですよ。で、接続は大丈夫。で、この後も様子おかしいから、このドライヤーみたいな風のやつの出力も下げてんすよ。この後。こっから。で、これだいぶ下げてるからね。怖くない？で、俺が行くよって言うと、なるのよ。で、初め笑ってたの。で、これ動いても、なってないのよね。見てもらったらわかるけど。初め笑ってたんだよね、みんなで。ほら、行くよって言って、撮影開始しようとするとなんの？行くよって言うとなんのよ。
で、こっからがやばいっす。お化けじゃんって言い始めてから。で、こっから。俺も怖いんだけど、やっぱさ、後輩たちがいるときはさ、やっぱさ、冷静ぶってんのよ。これなんか映ってたりしないよね。映ってたりしないよね。お前が怖えよ。このグリーンバックの人の方が怖いだろう。え、これなんだと思う？みんな。え、ガチで怖くない？ちょっと、原因は定かじゃないんですけど。とりあえず、ショート動画はこうやって和やかな雰囲気で撮ってるぞっていうところと、グリーンバックマンがガチで怯えてる映像、沈まれマジでって言ってますからね。これちょっと皆さん、原因なのか、なぜなのかわかる人いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。怖いよ。本当に。ということで、今日はちょっと緊急になってしまったんですけど、以上がカンタの大冒険でした。ぜひ、チャンネル登録、そして高評価、ショート動画もいろいろ載せてるんで、ぜひ拡散の方もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。